まあ、マサト君と話をしないことにはだよな。血縁の本当のお父さんの存在を知っていたのがそこが肝ですね。ええ、そうですね。さすがに知らないか。でも知っていたら。なんならその事実がな。さらに上への殺意を倍増させるものにならないか。お前たち親のせいで、俺は、どれだけ大変な思いをしてきたと思ってるんだ、みたいな感じでさ。よし。このまま行っちゃっても大丈夫ですかね。一旦春日くんの体力全回復して、行くか、ちょっと気になりすぎますね。参りますか、サバイバーの近くでなんて悪いことをしようとしてるの。行きます。頼む、横浜来たならサバイバー寄っててくんないかな。ちょ、フィクサ、契約違反だ。くそ。カズマくんのことは何だって知りたいのに分かんないことが多すぎるよ。多すぎるよ。もううまく言えないけど、キリュウちゃんとは思えないほどしっかり者になってたしさ。あれ本当にキリュウちゃんだった。あいつこそミラーフェイスなんじゃ。いや、でもそうなんだよな。キリュウちゃんだったな。相手の立場になって、相手の一番嫌がることを考えろとか。お前 お前そんなことを言えるようになったのか、大きくなって。わあ、私と離れてる間に何があった。でも普段言葉にしないだけで、キリュウちゃんは大人でしっかり者だったっていうことですね。もう、まっすぐ来てやったぜ、石尾田さんよ。ここにアジトがある、スポーツ用品店の隣。孫妃か。石尾田は建物から出てきていない。ミラーフェイスもだ。まだ間違いなくそこにいる。フロアは4階。なあ。敵は何人くらいだ？確認できているのは10人。だが、あまり当てにはならない。わかった。石尾田を見失うことだけはないように、そっちで見ててくれ。本当に情報って武器だね。ありがとう。了解した。ほう。10人以上か。行こうか。ここは偉人町だ。奴らにはアウェーだってことをきっちり思い知らせてやろうぜ。偉人さんよー。オッケー。いや、言っていいか？このメンバーで行こうと思いますけれども、大丈夫そうですか？エリちゃん。ごめんな。付き合わせて眠いよな。行こう。参ります。ズドン。と、おい、春日。おびき出されたんでっか、ぽっちゃり。俺たちが来ることはもう分かっていたってことか？いやー、なんか無言で始まっちゃったじゃん。なんか言えよ。てめえらとか言ってくれよ。いや、参ろう、参ろうか。いけるか、エリちゃん。大人数相手には君が一番いいことを知っている。おれ、もうちょっとさ、喧嘩の始まりってさ、うるさく始まろうよ。な？いいんだ、お前たちは寝ててくれりゃそれでいいのよ。石尾田に合わせな。よし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 よ、いいよ、はいよ。つえ、55レベルかよ。マジかよ。なんか罠だったりした気がします。なんだそれ、なんだその武器。かっこいい、かっこいいことして。エリちゃん、こいつは普通に女の子も殴る。少しは桐生一馬を見習いな、見習いな。うわ、はい、見せてやる。はい、洗脳してるやつは無視でいいか、とりあえず。いいよ、いいね。刀がお嫌いか、お嫌いなのか。お前は何だ、何なんだ。行こう。ほれほれ、そすいないす。どうしようかな。ほら、あと1匹だ、この野郎が。おい、クレーン車もない石尾田君よ、出てこいよ。出てきてくれよ。ああ、洗脳されてるのマジでありがたい。もうポコンポコンでいけない？いけないか、さすがにいけないか。うわ、元通りや。エリちゃん、行ってくれ。エリちゃん、ありがとう。最高だぜ。オッケー、ナイス。先を急ごう。表でこんな暴れちゃったらな、さすがに気づかれちゃいますよね。もう怖くない。カズマ君と仲間を信じてるから怖くない。石尾田はこのビルのどこかにいるはずだ。先を急ごう。あー、バンバンバトル結果。お、10人。10人でバンバンバトルか？
あ、まあ、落ちてるもんは拾っていこう。え、まあ、大丈夫そうかな。いけるかな。はい。4回つってたもんな。今1回今1回う、4回まで上がればいいのか。損比。損比おぉ。てめえは、カスガ何しに来やがったんだ。おら、俺が来ることは想像してなかったか。アホンダラメ。こっちはホームセンターアウェイの気分を味わっていただこうか、石尾田組組。やっちまいましょうや、やっちまいましょうや、エリの姉さん。あいやいやいや。いや、みんな底上げされてるな、敵がな。めんどくせえ、めんどくせえけど、全然余裕でした。全然余裕でーす。いやー、行ってくれ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 、どうだ、どうだ、どうだ。こう言って、こう言って、どんで、ずどんで。うん、私の脳内では完璧な作戦ができているぜ。超天狗。よし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 。早くもラスト一人だ。ラスト一人なんだよ。大見連合さんよ。オッケー。よっしゃ、おれ。しゃおれ。成長を感じます。これで、お、お、なんだ、まだ続くな。バンバンバトルだな。いいよいいよ、行こうよ。この奥か。ヒュー、久しぶりだな。ソンヒ姉さんの情報は伊達じゃないな。想像以上にボス戦が早かったぜ。石尾だ。カスガ、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふっ、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。ん？昔からね。ふっ、おやっさんを殺したのはお前なのか？ふふ、やっちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟というもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて戦だ。あ、え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 、あ、ミラーフェイス。なんだ、そういうことが。足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。体格も。なんで足立さんに。全く一緒。警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。あの人懲戒免職よ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。声まで。どっちがどっち。こんな、こんないい声二人もいてたまるかよ。マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。ええ、あ、こっちが逆にわからん。じゃあその第一条は何だった？知るかバカ野郎、名も覚えてるわけねえだろ。こっちっぽい。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り。いや違うな、足立さんじゃない。道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オッケー、よくわかった。そっち行く。くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。なくそ悪いって考えやがる。足立さん覚えてるわけないって。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。いや、いいな、あれで見破るの。どれだけ今まで絆を高めてきたと思ってるんだよ。そっち行くっていいね。そんな気がしたわ。 いや、石尾だれ、エジ君と足立さんがそっちに。やだな、おやっさんの仇。ああ、奴だけはこの手で。
一線は越えないで。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。あ、もうドラゴンって呼んでんだ。いいね、ドラゴン。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。春日くんが見た夢だ。いやー、変幻自在の殺し屋ミラーフェス。いや、ちょっと待って、これ足立さん出したいかもな。足立さんが出したいんだけど、誰よこが。いやー、ちょ、エリちゃん行くか。エリちゃんは行ってくれるか。どっちよ、ミラーフェイスからやったったとっていて、やってった方がいいか。ミラーフェイス、ほら、うわー、足立さんに。あー、ちょっと本当にどういうこと。その体格も元から足立さんに似てたってことかな、ミラーフェイスは。どんだけ変装がうまいってこと。足立さんの変装もサエコの変装もできるぐらい変幻自在なのかな。わからんけど言ってくれ。どうだ、エリちゃんの炎は効きますか。ふい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 。まあまあ全然効かなかったです。わあ、ちょっと足立さん出していい。足立さん、ちょ、出てきてくれないか。天佑ありがとな。あ、高一対高一の戦いだ。いやいや、残虐無情。ああミス、危ね危ね。ああ、おい、石尾田黙っとれ。お前は黙っとれ。いやー、わー、ちょっと申し訳ねえな。足立さんから血を吸わせてもらうか。どう、刀はどう。あー、いい、そうかそうか、オッケーオッケーオッケー。お、いいね、いいね、いいよいいよ、いいよな、いいよな。言ってくれるか。電撃は効く。いろいろ試させてもらおう。足立さんの体でおもちゃにしてやる。あー、まあまあですね、まあまあですね。ブチギレの極み。あ、なんて雑な技。ブチギレの極み、極み。うわー、うわー、わー、あ、気絶しちゃったじゃんかよ。俺たちの足立がよ、ふざけんじゃねえぞ、てめえ、こら、おら。ちょ、足立っち大丈夫か。すぐ助けてやるからな。いや、心苦しい。ミラーフェイスの攻撃、足立を気絶している。そうやって石尾だ、射撃だと石尾だ。いや、とりあえずエンドレスラブは歌っておくか。どんな時もエンドレスラブさえあれば、ラブさえあればだな。いやー、足立っち、ちょっと回復させよう。状態異常は直しといた方がいいと聞いている。とりあえずミラーフェイスだな。ミラーフェイスを先にやっといた方がいい。ガードすんな、ミラーのくせによ。おい、ペイ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 。脳天割りだと、エリちゃん脳天割りだと。こいつイカれてんのか。やめろよやめろよ、そういうことしてよ。見せてやろうぜ、高一、俺たちの絆を。うわー、どういう状況、どういう状況かわかんないね。でもすぐわかったもんな、春日くんだろうな。いや、もうやめな、その顔。よしよしよし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。アイスとバーク、うわーうわー。いや、やっぱ2対1しんどいよな。早くミラーフェイスを倒さないと。そうやってエリちゃんバカ狙う、エリちゃんバカ狙うわね、あんた。本当にそういうところよ、レイジ。レイジ、みんなそういうとこ嫌いだって言ってた。オウミのみんな言ってたから。もうナンバッチは電撃でいいか。電撃で削っていくぜ。よっしゃ、決めれそうか。おいおい、俺の仲間を勝手に語るんじゃねえぞ。おれい、おい、いけ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 。もう吸ってやれ吸ってやれ、もうミイラにしてやれ。しゃ、よっしゃ、大したことねえな。射撃だ、マジで。女の子バカ狙うじゃんか。ごめんな、しっかり回復させてあげられなかったから。俺が不甲斐ないばっかりに交代しよう。エリちゃんありがとう、働き詰めだもんね。順義出て、イオンス行こうか。イオンス行ってやべえ。さあ行こうか、1対1だ。シンプルにお金は効きますか。おヤクザさんよ、いいじゃんいいじゃん。うわー、射撃だ。うわー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 、射撃倍返し。うん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 。いや、石尾田さん結構強かったりします。私が相手で、やってらんねえわやってらんねえわ。吸血最近ハマってますね。体力もしっかり回復できるところが非常に素敵です。素敵ですけれども、攻撃力とか上げた方がいいか。さすがにな。そうだな、攻撃力上げつつ。はいはい、ほんと使える男、最高の男、最高の仲間。行こうか、ハン様。ズドンズドンだ、ズドンズドンでドン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 。いいぜ、そのまま行こう、そのまま行こう、ハン様。謎の笑み。うわ、状態以上にかかりづらくなった。あいつ一体何なの。お、
どうした？殴られるのが嬉しそうだったり、切れてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。おお。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。なるへそ、狂犬。ん？そういうもんなのかね。他の組織とはまた違うんですね。何にせよ、あの切れた石尾田は厄介で、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。反撃。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。どういうこと？あ、もうデリバリーヘル、いや、ビビってすくんでる、すくんでるだと。みんなすくんじゃってんじゃん。え、ビビんだよ、ビビんだ、大丈夫だって、大丈夫だって、ハン様。え、状態異常、状態異常。とりあえず、あ、え、回復か。ちょっと待って待って待ってね。とりあえずカスガッチを直せばいいんじゃないか。カスガッチ、これ。よし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 、ビビることはない、全然ビビることはないぞ。ナンバッチはビビってしょうがない、しょうがない。でこれで全員の状態異常を回復させればいいんじゃないか。そうだよな、ほら大丈夫だ、ビビることはない。俺がいる、俺が後ろについているさ、みんな。よっしゃ、いやな、大丈夫か。大丈夫じゃないね。そうだね、回復できる余裕がなくてごめんね、ごめんね。うわ、マジで一撃で倒す、きつい一撃。ということはなんかもう、あれ？そういうこと？なんかさ、こういうことじゃない？そう、行け！カウンターなんてさせない！楽しく行こうや、狂犬！うわー、いいよ！いいよ、パンダさんみたい、いいじゃん！そういうことだ、そういうことだろう、そういうことだろう。これは、足立さんにも結構ダメージがありそうだけど、大丈夫か？大丈夫か、オッケー！スローで見たら楽しそうだけどね。いいよ、いいんじゃない、そういうことじゃない。どうあ、聞いてるかも。あ、恐怖の反撃打ち、ダメなん？反撃は結局されるってことなの？とりあえず HP も MP ももう全回復しちゃうんだから、そういうことして、そういうことするとこういうことしちゃうぞ、レイジ。回復きつい一撃って、でもそうだよな、そういうムービー技をどんどんしていけってことなんじゃないか。サテライトレーザーか、出しちゃうぞ、俺出しちゃうぞ、そういうことすると。お、出しちゃうぞ。もう出しちゃっていいかな。ほらサテライトだ、お前の大好きなサテライトだ。ああ、もう反撃は絶対にしてくんのね、してくんのね。バーカタレが、バーカタレが。いや、ちょっと3人じゃやっぱやばいよな。ハンジュンギありがとう、本当にありがとう。2人も戦闘不能にしてしまいました。レイジにこんなに手こずってんのがムカつく、ムカつくわ。ちょ攻撃はしていくか、回復。いや待って、サエコがいるからな、サエコがいるからな、サエコがいるからな。いや、行くしかない、もう行くしかないっしょ、そういうことっしょ。いいじゃん、いい技持ってるじゃん。さあ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 、結局反撃はされるんでしょ。もうどうしたらいいのよ、どうしたらいいっていうの。でも絆技よ、ムービー技の応酬、結局こうなってくる。でかいきつめの一撃で反撃されないようにって何をすればいいんだろうな。こういうことじゃないのか。うわ初期面だね、また初期面になって俺。ほら、私のことタイプって言ったじゃない。とどめだ。ナイス。しゃおら、見てますか、ドラゴンさん、ドラゴンさん、あとちょっとだ、頑張ろう頑張ろう、恐怖の反撃じゃん。またビビっちゃった、カスガ君がビビるなんて相当よ、相当よ。回復はしといた方がいいか。いやでもとても面白そうな技が見れそうだから、これ見てもいい。サイリウムランブの極み、ほら騒ぎ立て、オタクたちいいじゃん。かわいい。いいじゃん、いいじゃん。推しを守るために頑張っている。サヤコは何も手を下してない。
そうやってファンたちを煽り立ててやべえやべえ、それ反撃されます、されますよね。いけるいける、もう決めれる、もう決めれるだろう、もういけるだろう。いや行こう、シンプル普通の技でも効きますか、効きますやんかい。オッケー、石尾くん楽しかったよ、全然楽しかったです、もういいです。悔しい、レイジ君手こずった。終わりだぜ石尾だ。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。違うのか。あの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。何がどう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。は？邪魔が入ったな。笑ってんだよ。え、邪魔、レイジじゃない。じゃあ見えとるな。へえ、バッチリですわ。ちょ待て、誰かおる。あいつは至近距離。いや、やりましたな大公。この間の蒼天堀で天道、あんたの真意が極道の解体やと分かった時、わしは震えましたわ。天道、東条会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします、なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川から出んな。どないした。それが。え、助けてくれた。踊れろ石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてば。
そんなんでようここまで生き残れたもんや。おお。天道。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれないな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならな、わしにてっぺん行くチャンスはこんかった。おもろいもんですやろ。うわー、来る天道。結局、うん、あじゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。やっぱりしくじりよったか。一生だわ、仕事は雑やさがいな。ま、見張っといて正解やったな。どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。爆弾だよな。了解しました。春日君、カズマ君、いやちょっと待って、カズマ君、ありがとうね、ありがとうだけど、ちょっと待ってて。あー、デリヘル、そりゃ来るか。そうだね、戦ってね、拳で分かり合ったら来てくれるか。ありがとう。ちょっと待っててね。14章伝承終わったぞ。まあ、天道さん面白い喧嘩でこっちについてくれると思ったら、そうか、結局自分の番が回ってきたから、裏切り者に乗ったふりして自分で収める。天道さんだったか。うわ、石尾田玲二のかませ犬感がずっと半端ないね。うわ、青木亮と天道さん組んだらやばそうな二人組んだな。頭切れるわ、武力はあるわで、爆弾あれで助かる。だ、無理じゃん。あれ何？石尾田玲二上手言っててくれないかな。爆弾もう処理して万年みたいな。いやでも爆発してたしな、助かるルートがわからないぞ。マジで展開がずっと読めないよ。そうか、天道さんがそうか、あのまま味方になるわけないわな。一緒に戦えたけども、伝承ありました。ドラゴンの伝承、クーでしたね。いや、次最終章か。もうラストスパートな感じがするな。伝説の極道が、組織が解体してからの疾走感が半端ないね。もうついていくので必死よ。ドラゴン、気流と呼んでくれないか、春日くん。うわー。いや、まあ、そうだよな。キリュウちゃんが出てきて喧嘩せず帰ったらもうキリュウカズマじゃないもんな。拳で人を折っても、もう余裕そうでも、まあ手加減されてるんだろうな、どうせって気持ちで、戦わせていただいたね、ドラゴンとは。甲冑着て勇者の姿で。そうか。よくできてんな。レイジ君は相手じゃなかったわけね。カムロ町だ。行くんだろ、青木亮のもとへ。春日君の暴走を止めるようになった桐生ちゃん、すげえな。その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。錦山君、セブンでも叫んじゃうよ、錦山君。ああ、錦山君じゃん。あのシーンを思い出さずにはいられんでしょうが。自分の心を押し込めていたのにさ、思い出させてくるんだもん。こりゃ思い出し案件じゃん。どうぞ思い出しなさい。
さあ叫びなさい、錦山とっていう展開で、非常に嬉しいです。楽しいです。それです。それだけです。はい。なんだっけ、何が言いたかったんだっけ、とりあえずラストスパート。14章、伝承終わりました。リュウギョちゃんが本物になるところを見せつけてもらいましょうか。春日くんに。頑張って参ります。はい、ご視聴ありがとうございました。